やるよ。ダメ。やるよ。ダメ。ずっとこの帰ってきてから討論やってるよ。予定をね、はい、本当にいきなり崩すんですよ。今日はこれやってこれやってこれやってのに、あったんですね、予定っていうかこれやるよって。そうそうそう、ちょっと待って、早朝ゲロー始まったな。予定調和に行かないじゃないですか。だからそれは今回のこのチャンネルをやりますけど、うん、その中で思った通りにいかない、うん、目で試行錯誤して、うん、なんとかうまくいくってことでしょ、うん、でそもそもの大体病気なんですよ。病気なんですよ。もうダメなんですよ。もうごめんなさい。もうやるっつってやりたいですよ。だって CBR 今入ってたでしょ、はい、もう音聞いたでしょ、はい、すごいじゃないですか、はい、いいじゃないですか、いいじゃないですか、 CBR があるんだからいいじゃないですか、いいですで、1個難点があってこれすぐチューニングしたんですけど、はい、ETC ついてないですよ。マッハが取りません。いやいや、ちょっともうめちゃくちゃ面倒くさかったんですよ。これ何回もポケットからこうしてほんだらじゃあ何でチューニングのってなってくるやんか。ほんで今、まあ、あのマッハもカスタムチューやん。そうですね。 FX もちょっとやっぱ大型やコールできんやんから、やっぱここまで許したらもっといけるだろうみたいなことになってるんですよ。いやー、よくないですね。もうゴールできないって言い出したら、うん、終わりの始まりです。終わりの始まり、終わりの始まりです。もうダブルのことや、俺はゴールっていうのはダブル綺麗やっていうことやん。コールイコールそのワンワンワン吹かすみたいな意味に、俺はダブルのことをコールって呼んでるんですよ。もうスマホでずーっとコールばっか見てるんですよ。名古屋さんに会ってからおかしいんだよ。もう会うなもん、あんな坊主と。大人が提言してるんですね。いや、ナルホスさんの俺じゃないですから。会うな、あんな坊主と。あいつはいいやつ。あいつはいいやつだよ。会うな、会うな。まあ、福岡行ってから、ちょっと地元色に染まりすぎて、ね、都会では通用しないことを言い出してるんですよ。だから福岡は帰るな、もう。わかるよ、もうずっと楽しみにしてたんで、わかるよ、ちょっと音だけ。後輩がこの間テキ JR から外した427の岡口、はい、それを明日交渉しますって今言いました。設置はCBR 届いてると同時に三日月マフラー、テケ JR 用が手に入ったみたいなので、ヒロシさん、はい、帰ってこないですよ。ゲンズミ、これだ。やりたいことやるのが YouTube ちゃうんけ。なあ、俺そう聞いてるよ。やりたいことをやって好きなことして生きるって、それが YouTube だって聞いてるよ。だからマフラーを変える、ペケジェってことですか。ペケジェのマフラーをイカズチマフラーをつけるっていう動画をやる。もう相談じゃないですよ。いいですか。いや、相談みたいな話だったけど、こうなったからもういくら言っても無駄だから、はい、俺も聞きたいしね、正直なことを言えば。イカズチ、ただちょっともうハードすぎんですよ。昨日もすごい遅くまでやってたし、朝9時からやってる、はい、もう今3時になってる、はい、だから今日ずっとやってる。もうさっきもう4時半ぐらいに解散かなみたいな話の時に、もう今今日終わり、解散じゃなくて解散。あーよいしょ。解散かい、よいしょ、解散かい。何が解散か、よいしょ、解散ばい。もう今日はね、8時、やばい。はい、決定、オースです。はい、集合。やっぱそうなっちゃうか。はい、集合。マイクをいじるって言うのは意外と大変だと思うわ。バラバラだから、2人で抑えながらやんなきゃな。ああ。ね、まあ、ちょっとつけてみてですけどね、分からないですよ、つけてみて、なんか違うな、なるかもしれないし。ちなみに、今の大震の音って一回確認させていただくこと可能ですか。あ、いか、ポンポンって。やっぱ、多分佐田さんはツーリング行きまくってるから音聞きになってる。
やっぱアルミのね。これ最初つけた時、CX に CX って言ったのよ。言ってた。ね、もう慣れちゃってるんですよ。ああ。慣れてこいよね。格言。ちょっと慣れたら怖いよ。そう、1ヶ月ぐらい反省したらさ、2ヶ月後にはみんなへへーって言うやん、はい、慣れて怖いよ。それ言ってんのよ。よし、なあ、よし。いや、両方あった。あ、みんな両方ありましたもんね。誰が慣れたら片方見ないよ。お前、集まったやからちょっとだよ、お前。ここあるだけで、お前。あ、なあ、あれだけでやっぱ CBX に CBX って言ってたね。どんな音になるのか楽しみだね。どれぐらいツーリング行ってます？俺たちこれ、やっぱりめちゃくちゃ行ってるよ。だ今さ、持ってきてさ、うの分かったやろ、あのエンジンの絶好調さ、キュルボンの、キュルボンのな、これ何回も交換しましたね、これね。だよ、マジで交換しましたよ。何回交換した、これ。あの時期、すごいやってましたね。めちゃくちゃ冬、RPM だの。なんだろう言うて、雪の中行きたくねえつってそれ。本当だよ。つらかったな。歴史がすごいよ。修羅の道だよ。俺ももう若かったから。いやいやいや、ついこの間の冬です。楽しませてくれるよね、オートバイっていうのはね。ただちょっとね、いろんなとこ行ってさ、いくつになってもね、いいっすよね。そう。オースです。これをテレビでやるよってされた人、よいしょ。よいしょ。軽っ。磨いてね。これ磨きましたね。ありがとう。ちょっとしようと思ったけど、めちゃくちゃ熱い。危ない。大やけど、大やけど。危ない危ない。ああ、こちらなんですよ。いいね。一回価格にしようよ。そうですね。これがサイレンサー。関西系マフラーはさ、複雑だから作りが。これがケツで、ここなんか。こうなんか。こうか。じゃあ、あ、一応書いてあるわ。これがさ、普通はほら、4のところが1個になるんだけど、4から2221なの。長いですよね。めっちゃパネ入ってるわ。めっちゃパネいるってことや。ああ、はいはいはい、こういうことね。ああ、横かい。どういうことですか。ああ、だから俺が想像してた形とはやっぱ違うわ。はいはいはい、ああ、はい、こうなるんですよ。そういうことですよね。これはこれ横になるのかなと思ったら、これで2本出てくるんだ。そうそうそう、それで真ん中に入るんだね。ここでしょ。そしたら、これが順番が逆だろうな。こう、こうか。で、機械の並びでいくと、こうだ、こう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 。でこれをバンドで飛べるんだ。そうですよ。よし、うん、これなくっちゃもうバンド止めれないから、ね、うん、マジで高野倉ありがとう。これそうっすね、高野倉のところに買ったんだ。いやもう、それはもう高野倉さんは高野倉なんで。よし、うん、よし、オッケー、オッケー、オッケー。じゃあまずこれからつけていこうか。それからつけましょう。うん、まず剥がしましょうか、これを。そうですね。うん、これは何？よ、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 これ意外とつけるの楽かもしれないね。俺あの複雑だからさ、つけづらいのかなと思ったけど、意外となんか全然文句言ってましたけどね。でもこれ、はい、いいと思うよ。いっぱいこんなに細いから。心配なのがさ、それでさ、俺前さ、関西系のマフラーさ、うん、CBX55 につけたのよ。そしたら、もう踏ん詰まっちゃって走んなくて、それでサイレンサー抜くと調子いいのよ。あれ、ちなみに、その福岡で死んだ時の経験で、ビャンベイったな、やんなきゃね。これが数値やばくない？これ50倍でこの音なの。これが細いですよ、もっと 42.7 か、はい、俺が聞いた50倍よりも細くて、音がビャンビャンなマフラーというふうにお聞きしております。一回さ、たくん、はい、42でさ、ピンチかけてみようよ、はい、このままでサイレンさんなしの直感ってことですか？もうさらにその前段、そう、
これね、これ下ですか、これどういうとこ、これ下から下こうだと思う、うん、こうだと思う、どんな音するんだろう、聞いてみたい、遅いね、遅い、めちゃくちゃ細い、めちゃくちゃ細いね、マフラー細そうだからね、いやだからこれただただ、うん、音を追求したマフラーだよね、これは京都の人が作ったみたいで、はあ、これね家でやってる時遊びに来たことある、ホースラインを家でやってる時、もう俺がまだガレージを行ったって、家でバイク屋やってる時遊びに来たことある、動画見てくれてたらいいですね、ね、うん、つけるよってことですか、どういうことですか、その顔つけーよ持ってきてるじゃないですか、他から CBR よと CBR よもか、オースです、大きいよ、はい、これで、うん、行ってみます、これはダメだ今テロ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 集会でた人絶対わかると思うけど、デロ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 系アイドリングでテロ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 直感のな、テロテロいじめろ、ナルモスさんのせいにしちゃダメだよ、会うのやめろいや、じゃあなかろうか、これうわ、すげえ。これじゃあなかろうか、会うの やめろっつったらナルモスさんわ悪いからもうやめるのやめとこうどこ真面目になってんのうわあ、佐田くん、しかもこれペケジアリオっつうけどさ、ぴったりなんだけど、あ、ぴったりや、ほらあれほんとや、ペケジアオでしょ、ペケ JR にペケ JO 用をつけてたから、うん、その人はペケ JR 用っつってるけどペケ JO なんて広瀬お疲れーはめられた、広瀬さんもう帰ってこないよ広瀬さん広瀬お疲れー、ああこれだってぴったしってことですもんね、ペケ JO にぴったし、広瀬お疲れペケジェ用です、本付けやね、これね、あ、俺も囲えると思ってた、はい、これはペケジェ用です、ペケジェ用です、ね、はい、この時間はい、ペケジェ用でした、お疲れした、ひなしお疲れした、お前ずっと渋っとったな、お前なんか福岡でずっと渋っとったな、なんかこう、落ちてなんか俺が神秘迫りもうないけ、ペケジェ用のはお疲れちょっと一回これで一回かけてみます、はい、これノーサイレンサー、ノーサイレンサー、だからさっき 2で出てたやつが1個になってる、はい、そう、どういう音になるか、あでかっ、おい僕は大人だからサイレンサーを入れますけどもやね、予定やっております、もう遅いって溶接してもらいます二度と取れないようにあれバルトも行った、オースです、これで一応大人やからサイレンサー言えるけどもやね、かっちょよ、うわ勝ち上がったねこれ、勝ち上がってる、無理バル勝ち上がってるやんこれ、悪そう、さあ聞きますか、めちゃくちゃジェントル、はい、あめっちゃ音いいっすね、めちゃくちゃ音がいい、やーばこれマジでありがとうヒロシ本当にありがとうだ、先に言っとくな、え解散だ、うわ言ったビデオレター、新品と、なんかこれイカズチのなんかこのお宅で一発目をしないけどやな解散だ、お前一つ新品箱に持っとんねやこれマジでうーわうえあはいはいかっこいい、でもなんか音がさ上品だわ、イカズチ持ってる人ビデオレター、俺マジで東
地物にこだわる男だから、はい、やっぱ現行品とか何したとかあったけど、はいはいはい、納豆はかなわんかもしれんな、これやばいっすね、ちょっと俺としては悔しい何かあるけど、かなわんかもしれん、やっぱ現代の技術には。これやっぱ音最高っすね、めちゃくちゃいいわ音、これはたまらんね、本当に、これ外して直下やしね、すぐ一発でね、え取ってんじゃねえぞじゃないんですよ。あれがめちゃくちゃ計算されてると思ったのが、うん、びっくりするぐらいケツのエンドと一緒なの。あ、車検計算してんのよ、車検もぴったり通るんですよ。なるほど、はい、ペケジェアル用じゃなかったってこと、これペケジェア用でした。残念でした、ペケジェア用でした。何でしたっけそれ。残念でした、ブルマでした。そうだ、やばいね、これはすごい、やっとよかった。宇野くんがほらもうさ、違うのこれやれて嫌だみたいなこと言ってたけどね。よかった、やってよかった、マフラー効果。ありがとうございました。お終わったじゃん、早いな。星っぽい玉川
よりこいつのこと好きになりました。これも見てて焼き餅が止まらんかったよ。あ、今まで聞いてた男、うん、の別物だった。前言った CBX より CBX は今回のための言葉だった。いただきました。ついに伏線回収、はい、CBX より CBX は、はい、イカズチマフラーの、はい、WRP でございました。ここでようやく受けさせていただきました。ミスター東島、ね、うん、神奈川、東京っていうのはやっぱり東島にこだわりますけど、はい、まあ正直音ではかなわんと思いました、うん。あー、でも、もしよかったら、なんかで、いい音作って、持ってきてくださいよ。これはもう、当時もで追いかけますけど、本当に、お世辞抜きで、やばかった。あの、うん、今までのペケジェの概念は、変わった。いや、マジで、本当に、ひろしありがとう。そうですね。それに尽きるよね。だって、俺から別に言ったわけじゃなくて、本当自分から言ってきて。自分から言ったら返ってこない。そうでしょ、うん、自分から言ってきて、よこせって言ったら、いや、それは誰だよとか言ってるくせに、最終的に来てる。もう返ってこないで分かってるくせに。ありがとうな、東。まあ、ということや。だから持つべきものは友ちゅうことや。まあ、これからもね、私の旅は続くっていう。まだ PKJ の活動も続いてるんで。まだこれもやりますし、CBR もやるし、まあ何より終わってないのは、マッハやな。うん。あ、ガーッとかあるから。これはガーッとかあるから。うん。だからもう、お披露目ツーリングは忙しいっすね。まあ、とりあえずもやることいっぱい。はい。まあ、そういうこと。ということで、みんなもね、バイクいじってみてよって。うん、楽しいからって、うん、別に無理には言わんよ。好きならやったらいい。大人、うん、おたんマチョパンマチョパン。いや、ほんとさ、ヘルメット脱ぐとめちゃくちゃおじさんっていっぱいいる。確かに、あの、若そうに見えて。現行車の人、特に思っちゃうんですよね、僕。確かに最新のバイク乗ってる人、ヘルメット取ったら結構おじさんだったっていう。まあ自分もそう思われてるかもしれないしな。失礼ね。TKJ やるよ。今度の楽しい時間来ました。本当に下火入ってる。終われないですよね。終われない、はい、こんなことなんで。森脇返す知ってたしな。嘘つけ。ほんま、その分に言われなかったら返すなって言ったら、この前沼津に言われましたよ。あいつはいやあいつって言っちゃった。